今から薪ストーブ、収納手順を、動画で撮影していきたいと思います。逆さにしてこのようにしまっていきます。そしたらこちらにすっぽりはまります。そして最後にこの上の隙間に、はい、入りました。はい、こんな感じです。もしまい、ブラシも収納していきます。はい、以上です。